セルロースの塊と紙と水だけでできてるマテリアル。普通だと燃えるんだけど一切燃えません。例えばこういうものを燃やしたとしたら、これ燃やすわけじゃないけど、ダメダメダメ、もうチュッていきますよね。あとバッテリアとしてはこういうグラス落としたら割れますけど、これ噴火中、今パラダイムシフトっていうのを聞きます。それ今まで化石燃料に頼ってこういうプラスチックを使ってこういうものを全部、こういうプラスチックも全部石油から作ってる。でもこれは発明した博士も20年かかったわけです。ガソリンからこれを、こういうプラスチックを作るっていうこと自体が自然の説明じゃないんですよ。だけど20年かけて作って、今のマーケットは全部これが主流を占めてます。こういう化石燃料で作ったプラスチック、これはただ紙と水だけで作るマテリアル、本当に燃えません。 100% 無公害なんです。これはパラダイムシフトのワールドシフト、みんな今もう騒がれてるんですけども、次はもうこのいうマテリアルの時代だと。硬化剤入ってないんですか？一切入ってない。硬化剤入ってたらこれ燃やして匂い嗅いだ時に臭い匂いしますけど、一切入ってない。ただ紙と水だけ、それも再生紙、毎年1000万トン燃やされてる紙、リサイクルペーパーと水だけです。それでこのカチカチの今からの次の新しい未来を作ります。よろしく。